はい、シュプリンプラスです。じゃあ今日はプレネチェックやっていきたいと思います。今週は英国のロックバンド PIL とのコラボが発売となりました。それからバンズのスニーカーですね、スワロフスキーで装飾したバンズのスニーカー、それからレギュラーアイテム、いろいろ注目のアイテムありました。PIL のアイテムからはトレンチコートが非常に人気になりましたね。特にベージュカラー、それから、T シャツ2型発売になったんですけれども、 PIL の、トレードマークをプリントしたこちらの PILT が非常に人気になったと、それからバンズのスワロフスキーのスニーカーは、4色発売になったんですけれども、パープルが特に早かったと。それからレギュラーアイテムでも注目のアイテムいろいろありましたね。今週はバンソンのデニムジャケット、それからレーシングパンツ、レーシングパンツ人気でしたね。それから MA1、リバーシブルの MA1、それからナイロンフライトパンツ、フライトパンツも非常に早く売り切れになりました。そしてこちらですね、ボックスロゴカウチンセーター、これは本当にもう即完売という状況になりました。フリースのフーデッドデニムシャツ、この辺も人気のアイテムとなりました。グリフィンキャンプキャップなどなど、非常に粒揃いの週となりました。果たしてプレネついてるアイテムあるんでしょうか。楽しみですね。はい、こちらシュプリームプラスの YouTube チャンネルです。まだチャンネル登録がお済みでない方はぜひこの機会によろしくお願いいたします。ということでプレネチックやっていきたいと思います。今週も、ラクマ、メルカリ、スニダン、この辺のフリマサイト中心に見ていきたいと思います。まずは PIL のアイテムから、トレンチコート、これ人気になりましたね。特に、タンカラーベージュの方、これだけじゃ出ないから PIL で出るかな。定価5万2000円ということでした。あ、5万7200円か、税込み。あ、出ない。ちょっとシュプリームにしようか。PIL じゃなくて、ちょっと待って。はい、シュプリームのトレンチコート出るかな。まあこれ結構数少なかったっぽいですね。あ、全然出てない。あ、はい、ラクマ全然出てないです。メルカリは、ある。うーん、昔のやつばっかりだね。今回のやつは出てないですね、パブリックイメージのやつ。スニダンでも見てみたいと思います。かなり数少なかったのかな。シュプリンプラスのウェブサイトの方から相場を見る押していただくと、一発でスニダンの、そのアイテムページに飛べることができるという便。あ、1個しか出てない、ブラック。じゃあかなり数少ないんだね。ベージュは3個しか出てないというような状況になっていると。そっか、シャツ、ベースボールトップ、この辺は売り切れになっていないと。ライブイン東京 T、 これはこれレッドカラーが結構人気でしたね。これ出てんじゃない、さすがにトレンチは出てなくても。お、来た。定価8250円ですので1万1500円でラクマでは売れていると。ブラックが数やっぱそんなに多くないね。お、こうメルカリは結構出てますね。ああ、9000円で1個売れてるような感じかな。レッドが見たいね。レッドがどうだったんだろう。まあ、リセールではそんな取引がないですね。オンラインストアの方ではもうすでに売り切れになっておりますけれども。なので、こっちの PILT の方があれなのかな。でもこれでスニダンで見てしまいましょう。PILT。特にこれはホワイトが結構人気でしたね。まあプレミアムついてるってほどではない。全然出てない。3個だって。ゼロ。本当。まあ、リセールで売るよりも買った人はみんな自分で着るというように買っているという、非常にいいアイテムですね。
それからショートパンツパイプパネル、などが発売になりました。そしてスワロフスキーで装飾したバンズのスニーカー、これを見てみたいと思います。これ定価がすごい高いから64,900円、まあスワロフスキー使ってるんでしょうがないですけれども、それでもバンズの値段としては破格ですね。さあどうでしょうか。64,900円、非常にリスキーな、これあれですね、これを売るために買うっていう人は非常にリスキーなんじゃないかなと思います。74,000円で1個売れてますはいますけど、なかなかチャレンジャーだな。あー出てるけど非常にリスクが高いね。これ買って売れなかったらどうするんだろうな。まあ定価では売れるでしょうっていうあれなんですかね。最悪定価では売れるんじゃないのっていうぐらい。あ、79,000円とかで一応パープルは履歴はあると。2個しか出てないパープル。ブラックとかどうなの。あ、ブラックは結構取引履歴ありますね。7万円、でもまあ最安値は65,000円ですので、もう定価付近と言っていいですね。まあサイズによっては7万ちょっとで売れてたりもしてますね。6万円台後半から。ということで。まあ他の彼もまあ一応まああんまり履歴がないですね。じゃあまあこの辺にしておきたいと思います。そしてレギュラーアイテムが今週は非常にいろいろありましたね。いいのがたくさんあったと。バンソンレザーズのコーデュラデニムジャケット、この辺からチェックしていきたいと思います。まあこれも数かなり少なそうでしたね。デニムブルーの、カラーが特に人気になっておりました。お、105,000円、手買い、86,900円、ということで2万近く、すごいね。まあ数が少ないね、やっぱりね、出てる数も。あ、116,000、あ、やっぱりこれも、25,000円ぐらいプレミアムになってると。それからあれですね、パンツの方も楽しみですね。パンツの方が早く売り切れになったような感じがしました。イエローは1個も出てない。そしてブルーはいっぱい出てますね。11個、いっぱいってわけじゃないですけど10万前後なので、まあちょっとですね、ちょっとプレミアムという感じですかね。レーシングパンツ、さあレーシングパンツもこっちで、レーシングパンツも出ておりますけど、ということで、まあリセールでは取引履歴がないと。それから、ホーバーリバーシブル MA1、 MA1 も人気になりましたね。特に、ホワイトこのカラー、ライトブルーホワイト、まあブラックいっぱい出てんねブラックはいっぱい出ちゃってるけど、まあ59,400円で1個売れてるけど、まあ履歴はあんまりないですね。59,400円定価。ナイロンフライトパンツ、フライトパンツの方が結構早く売り切れになったと。お、あ、これ違うわ。フライトパンツはフリマサイトにはあんまり出てないと。フライトパンツは何色が、やっぱこのライトブルーかね。お、ゼロ。あ、ブラックか。人気だったのは。ブラックだな。まあ、リセールでは取引履歴がないですね。定価高いよね、あと。あ、ありますね。な、お、高い。7万5千円まである、上が。定価49,500円。6万とか、6万5千とか。なので。1万5千円ぐらいかな。お、来ましたよ。ボックスロゴカウチンセーター、今週はこのボックスロゴカウチンセーターが人気の第1位でした。定価93,500円しますけれども、即完売となりました。もう本当に瞬間的に売り切れになりましたね。全カラーともに人気になりました。何色がプレミアムついてんだろう。出てるかな、
数かなり少ないでしょうね、これね。おお、出てる。23万とかで出てる。17万。本当？ 17 万？高っ。17万で売り切れになっております、皆さん。ロイヤルカラー。すごいな。これはすごい。ブラックも13万ぐらいで履歴ありますね。9万3500円ですので、まあ、ブラックでも、うわーすごいな。直近の販売価格18万円ということで、倍ぐらいになってますね。ナチュラル。徐々に値段が上がってきて、で現在出てる金額も17万8千円ということですので、まあ18万前後まで上がってきてると。うわーロイヤル、あ、これは取引利益ありません、ですので、まあ18万とかっていうレベルまで上がってきてるという雰囲気ですね。なかなか数も少ないし、まあその金額で買うって人も少ないでしょうけど、ただ今リセール相場はそのような感じになっていると。フリースフーデッドデニムシャツ、まあ、こんなのはあんまり出てなさそうだね。俺もあの早い段階で完売になりましたけど、お、出ておりますね。フリースフーデッド、あ、ちょっと売り切れになって売れてんね。3万2000円ぐらいで売れてんだ。これ定価いくら？2万5000円ということです。なので3万5000円ぐらいでは取引十分されている。3万2、3000かぐらいで取引されているので、まあ5000円ぐらいプレミアム、ちょいプレですね。そしてゴンズのフーデッドであるとか、タグフーデッド、そんなのも出ました。ポケットティー、グリフィンのキャンプキャップ、これちょっと見たいですね。イエローカモが結構早く売り切れになっていたということでしたので、かなり爆速の速さで売り切れな、やっぱり高いですね。イエローカモ21,000円、9900円というかね、21,000円、すごいな、すごいダブルスコアですね。お、高いですね、やっぱりね。0個出ていて0ですね。もう履歴は1万8000円ぐらいですけど、なので今2万円近くになってるかもしれませんね。これが実物の写真っぽいですけど、ルーズゲージビーニーなど、発売になりました。ビーニーとか、最後この椅子出てるかどうかだけ、今出てないと思うけど、これをやろうと思う人はいないでしょうね。右から左へ88万円、リスクがね。レッド&ブルーチェア、お買い得。すごい、188万だって。お買い得なのかこれ。じゃ、すごいですね。お買い出てる。188万円って、まあどうだろうね。でも、今はまあ多分まだ買えるか買えない、ソールドアウトになってるかちょっと分かりませんけれども、まだあの、まあ買おうと思えば、まあ、あのオンラインストアであるとか、こういうリセールサイトで今であればまだ買えるんですけど、まあ何年か経って10年とか5年とか10年経ったらどうなるかって言ったら、もしかしたら高くなるかもしれませんね。まあ安くなるとか価値があんまりなくなる可能性もありますし、ちょっとどっちに行くか微妙なところですね。なのでまあ188万円で今出てますけど、もしかしたらそのぐらいの金額に、まあ将来的にはなる可能性もまあ秘めているという感じですけど、もしくは定価で売っても誰も見向きもしないという感じになるか、数年後の話ですけれども、どうなるんでしょうね。非常にリスクが高いですけど、まあ今出されている方はうまくいくといいんじゃないかなと思います。ということでプレネチェックしてまいりました。今週プレミアムついてたのはやっぱりボックスロゴカウチンセーター、もう18万とかっていう値段になってきているということで、すごいですね、やっぱりシュプリームのあのボックスロゴの力というのは、改めてその凄さを感じました。ということで今日はプレネチェックやってまいりました。じゃあ以上になります。チャンネル登録ぜひよろしくお願いいたします。